皆さん、今回はゆかいリゾートに宿泊しました。このホテルは夕食と朝食がバイキングの食べ放題です。すごい人気のホテルなので全室が満室だそうです。ここのホテルの夕食のバイキングはすき焼きしゃぶしゃぶをメインに多彩なメニューを取り揃えたバイキングでした。またここのホテルの名物はヒノキ風呂です。このホテルは北陸随一の古くからの歴史がある温泉だそうです。加水なしの天然温泉で常に新鮮な肌触りのお湯みたいです。与謝野晶子や北大路魯山人らもこの地を愛し多くの作品を残しています。また山城温泉には湯の川の歴史を継承した町並みが残り感性を心地よくて見どころが満載だそうです。昨夜の夕食は午後5時からのバイキングでした。体に優しい刺身握り寿司を中心にお腹いっぱい食べましたが、夕食から何せ13時間も経ってるのでお腹がペコペコです。朝5時にヒノキ風呂の温泉に入り私服に着替え、午前7時からの朝食バイキングを待っています。ホテルはリフォームされてる感じで綺麗な気持ちいいホテルです。部屋はツインの部屋です。和室の部屋は寝起きが大変なので数年前からツインの部屋を予約しています。部屋には丸テーブル椅子などがありますので風呂上がりにビールなど飲んでゆっくりできました。この卵は温泉卵です。こちらはご飯のお供の焼き海苔、佃煮などです。こちらはそばです。ここには牛乳と4種類のパンがあります。ご飯を食べた後にパンと牛乳とコーヒーをいただきます。こちらにはサラダなどがあります。まだまだすごい種類の料理がありますが、皆さんが料理を取りに来て見えるので全部は撮影できませんでした。こちらが私の朝食です。いろんなものを取ってきたつもりです。ただどちらかというとカロリーの高そうなものは避けています。卵は温泉卵と卵焼き、納豆はミニ納豆なので2個、体に良さそうなものは少し多めに持ってきました。ご飯は一膳だけいただいておかわりはしません。その代わり後でコーヒー、牛乳と3種類のパンをいただきます。納豆ご飯プラス海苔は旨味が増します。また海苔にはカルシウムや鉄、食物繊維などが多い上、カロテンやビタミン A、E も含まれています。また納豆ご飯は手軽に食べられる高タンパク低脂肪のヘルシーメニューです。卵を食べる時間帯としておすすめなのは朝。卵の良質なタンパク質が活動に必要なエネルギーを作り出し、朝食のタンパク質は1日の代謝アップにもつながるみたいです。朝のお味噌汁は内臓を優しく温めてくれて、体全体の働きを整えてくれます。朝は水分も栄養素も枯渇している状態です。たった1杯のお味噌汁も朝に飲めば1日全体の質まで高まる感じですね。卵の栄養の吸収が最も良いのが黄身も白身もトロトロの状態の温泉卵です。一気飲みというか温泉卵を丸飲みします。昨日の夜のことですが、部屋で風呂上がりのビールを飲んでいたら午後8時からのスタートのバイキングの用意ができましたとの館内放送が流れました。午後8時からの食事にしなくて正解だったとビールを飲んでいて思いました。また午後8時から食べ放題のバイキングを食べていたら朝までにお腹が空かなくて、こんなに美味しく朝食が食べられないと思います。
ご飯を食べ終わってから、コーヒー、ミルク、3種類のパンです。甘くて美味しいスイーツもありましたが、スイーツ、サラダは持ってきませんでした。パンにジャムとバターを塗り、コーヒーと牛乳を飲んだら、お腹がいっぱいになりました。帰りのお昼頃に、無料でコーヒーと試食ができるお店に寄りましたので、お昼ご飯は抜きです。夜ご飯は岐阜に着いてから食べました。今回は、のんびりとした旅行です。高速は往復、木の本と敦賀の一区間を利用しただけです。ナビを利用して走っていたら、越前海岸を走る伊佐利海道は地震の影響だと思いますが、一部通行止めとアナウンスが入りましたので、少しの区間だけですが8号線を走りました。皆さん、今回は朝食バイキングの食べ放題でした。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。